皆さん、こんにちは、こんばんは、ラピ TV です。本日、Google スカイで見つけた不思議な場所シリーズ第1回。今日からね、私が不思議な場所、ずっと取りためていたものを、ずっと第1回からご紹介、シリーズ化してご紹介していきたいと思います。今日は第1回で、不思議な葉巻型戦艦、他未確認飛行物体を、このNGC-7818 の方向で見つけましたので、皆さんと一緒に見ていきます。また、Google 検索で NGC-7818 と検索するとね、この、地球からの距離など、詳しい、情報が出てきますので、興味ある方は、方向などはこちらで調べてみてください。そのそばで見つけた赤枠内、こういったものを今日はご紹介していきます。第1回シリーズ。今日は Google スカイで見つけた不思議な場所シリーズ第1回をお送りしたいと思います。まず写真の方からです。どうぞ。これが今回見つけました。またまた葉巻型の宇宙戦艦となります。これははっきりと写っております。見てください。ここに下に小型の UFO が接岸しております。そして上の方向から何かニョキッとこういう何かエネルギーを供給するようなものがパイプのようなものが出てつながっているのが、うっすら見えております。こちらが小型の UFO ということになります。そしてこれが、こういったところに着岸するのだと思います。一つここに着岸してますよね。なんか下の方にこの辺見えております。上にも何かこの辺にも着艦して、これドッキングしている模様が見えると思います。これが今回この位置で見つけた赤枠内。これがその巨大葉巻型宇宙船となります。どうでしょうか？はっきり映ってますよね。こういった長広い隕石の見間違いではないと。いうことがわかると思います。小惑星や隕石ではないということがわかると思います。ここに窓のようなものまで見えております。そして、今回一番驚いたのはここですね。小型の宇宙船が何か、給油しているような感じですね。エネルギーを補給しているようなパイプがここに見えております。そして次の画像、はい、ここですね。こういった位置に宇宙のこういった空間のここに、水平に並んでおります。こういった感じで水平に、浮遊しているというか停止している状態だと思われます。そしてこれがその近くで見つけた謎のまた未確認飛行物体です。どうでしょうか？こういった形をしているのを初めて見ますよね。いろんなのがこれおそらく今まで見てきたようにこういうふうにテトリスのように組み合わされて作られたものではないかと思います。これが一つ、これが一つ、こういったもので彼らはこういったねパーツパーツでドッキングし合っていろんな複雑な形を作っていると私は試験ですが想像しております。皆さんはどう思われますか？そしてこれです。はい、はっきりこれ映ってるので画像を処理しながら明るくしてこのはっきり映っている宇宙戦艦をお見せしております。右方向から拡大して流します。ちょっと拡大するとぼんやりしますがここですね、円柱形の物体があります。そして下の方にもここにも何かドッキングしているのかそれともアンテナ系かもわかりません。そしてこっちに右に振っていきますとこういった感じです。凹凸がありますよね。そしてここに窓のような入り口のような扉のようなものが見えて下にこうあって今回はこれが貴重ですよね。下に小型の宇宙船があってここ出てますよね。ノズルが出て何かど真ん中にこう注入しているというかねエネルギーを補給しているような感じが見えます。ひょっとしたらこれはエネルギー補給艦かもしれません。皆さんの想像、コメントお待ちしております。そしてこれです。これがオリジナルに近い映像です。そしてこれがまたその近くで見つけた組み合わさった別の形の葉巻型といいましょうか。
戦艦といいましょうかものですね。不思議な形をしております。こういった感じでここで一つでしょうね。そしてここら辺で合体しております。茶色の部品のようなもので合体してまた新しくこういうふうに次から次へと組み合わされて作られております。まあこれはおそらくね、まあ何かを組み立てているのだと思いますね。部品かもしれませんね。まあ先ほどのこちらの宇宙戦艦とはちょっとやっぱり違いますよね。明らかにこちらはやはり宇宙戦艦のような、まあ、基本的に葉巻型をしておりますが、こちらはなんかパーツパーツでつながっているような感じがする、まあ、未確認飛行物体となります。私の Google スカイシリーズ見てこられた方はね、こういった光る物体とかも今まで見てきているので、ああ、あれだということがピンとくると思います。そしてこれが、まあ、Google Earth のね、宇宙の、あの地球サイズのスケールで測ったものですが、一応まあ参考になればいいと思って測ってみました。これが 1272.47m あります。約 1.2 キロあるということですね。 1.2 から 1.3 あるということになります。しかしこれはもっと大きいと私は思いますね。 1.3 キロあるのが、まあ、宇宙望遠鏡に果たして何光年も離れているところにあって映るでしょうか。私は巨大なものだと思います。この10倍はあるのではないかと思います。皆さんはどう思いますか。そしてこれが横向きにはっきりと映っているところです。はい、これが、まあ、下方向です。こちらが推進装置の部分だと思います。そしてこうゆっくり流すと明らかに戦艦の形をしております。そういうビームを出すような砲のようなものは見えませんが、まあ、彼らが作ったこの今回ははっきりと映っているものをお見せしております。ここに、はい、小さな宇宙船がここに、はい、いるのがわかると思います。どうでしょうか。そしてこれです。明らかに、まあ、これは、まあ、自然にできたものとか宇宙空間に漂う何かその隕石、細長い隕石がそのように見えているものではないということですよね。こういったものがはっきりと NASA が撮っている宇宙、まあ、望遠鏡に映っているのに、なぜこういったことに関しての説明とか、まあ、コメントがないのでしょうかね。不思議でたまりません。これは何なのかはっきりしてほしいですよね。そしてこれです。専門家の意見も欲しいですね。皆さん専門家の方、まあコメントできないと思いますがね、まあ OB でそういった昔 NASA とかそういった宇宙機関天文台とかおられた方は、果たしてこれは何なのか、まあコメント欄に説明してもらいたいものですよね。明らかにこれは葉巻型の UFO だと私は思います。そしてこれです。不思議な形のまた組み合わさったものが飛んでおりました。そしてこれ先ほどの、そしていよいよそれを見に行きたいと思います。実際にその場所に行きます。魚座、ペガスス座、そして水亀座があって、だいたいこの方向にたくさん見つかっておりますので、ぜひ天文とか天文台とか、まあ、アマチュア天文家の方もこの方向を探してみてください。すると見つかるかもしれません。ではそこに飛びます。この方向ですね。で今回見つけたのが、あ、これではない、ちょっとお待ちください。こちらの方ですね。はい、この方向です。はい、はっきりと映ってます。どうでしょうか。過去に、まあ、葉巻型の宇宙船とか宇宙戦艦をお見せしてきましたが、今回は割とね明るい光の反射で明るく映ってますので、皆さんにご紹介しております。はっきり映ってますよね。これがその宇宙戦艦となります。どうでしょうか。まあ、これに似たものを何回もお見せしておりますが、微妙に同じものはないということですね。はい、そして拡大すると思い出すかもしれませんが、この辺に円柱形のものが、はい、
家のようなものが、まあ、ドッキングしているということになります。違うかもしれませんが、ちょっとね見えにくいですが、これが実際の、まあ、Google スカイの映像となります。どうでしょうか。今最大まで拡大してみます。はい、今回一番お見せしたいのがメインがこれです。これが、まあ、実際のオリジナルの映像で一番近い色だと思います。ちょっとねゴールドっぽい感じの、まあ、この辺はねスペースグレーですが色の、まあ、宇宙戦艦となります。そしてここに古希が映っております。どうでしょうか。そして、まあ、その近くにもこういったものが飛んでおります。さらにさらに見つけたところをお見せして、あとこれですよね、この UFO2 からこちら、まあ、たくさんの私も見つけきれないものもあると思いますので、この座標2つとも貼っときますので、この近く見てみてください。そしてこれが例の、はい、何かつながったようなものの、まあ葉巻型のようなものとなります。先ほどは鮮明にしてますのでね、これが実際の、まあ、オリジナル映像となります。そしてこの近くで見つけた、はい、これですね、はい、これが先ほどの不思議な形をしている、まあ、オリジナルの未確認飛行物体だということになります。まあ、これ測ってみましょうかね。これあくまでもこれは何度も言うように、これは地球の Google Earth サイズのスケールなんで全然違うと思います。メートルにすると481メーターですね、この長さが。はい、そしてこれが正しいとは思いません。そして横幅測ってみます。大体ですが 417.85 メーターというふうになります。まあ、ここの厚み測ってみます。ここの厚みを拡大して測ってみたいと思います。ここの高さ測りましょうかね。はい、これがだいたい 89.64 メーターというふうになります。まあ、生活空間として使うには十分な大きさだと思われます。はい、これが、まあ、2つ目となります。そしてこれがスカイ UFO15 という、その近くにまた飛んでおりました宇宙船となります。これもパーツごとドッキングしているものだと思われます。各パーツがはっきり見えてますよね。パーツごと彼らは組み付けて、いろんな形で宇宙空間でこういったものを作っていると思われます。それと、まあ、母船のタイプの先ほどのような全く違ったこちらですね、はい、こういった形の、はい、ものですね。と、まあ、これは組み付けたもので、こちらが、まあ、母船ということになると思います。まあ、いろいろずっと今いろんなのを見せて、この Google スカイシリーズ追求していっておりますのでね、同じようなものも何度もお見せすると思いますが、新しい発見があると思いますので、ずっと今後はそのパイプラインも含めてね、彼らが建造しているところを追い求めて探求していきたいと思いますので、ぜひこの Google スカイ不思議な場所シリーズ第1回ですが、まあ、ずっと続けていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。それでは最後にまとめた動画見ながら終わりたいと思います。赤枠内がその今回見つけた場所となります。はい、これが、まあ、一番今日のメインの母船ということになります。この座標は貼っときます。そしてもう一つの UFO も貼っときますので、ぜひその周辺見つけましたら座標をコメント欄に私に送ってください。はい、拡大画像です。これがこう連なっている何かドッキングして一つの、まあ、長
長いものになっているものです。これは、まあ、母船ですね。これが一番、はい、葉巻型の母船だということになります。そしてこれが測ったもので約1272メーターあります。はい、右からゆっくり流しております。明るく、これがモノクロ画像です。どうでしょうか皆さん。はい、これが拡大画像です。こういったもの皆さんもぜひ Google スカイで見つけてみてください。見つかった時は私に座標よろしくお願いします。みんなで見つければね、もっともっと不思議なものが見つかると思いますので、まあ、謎の解明につながると思います。ではまた不思議なものを見つけましたら皆さんにご紹介したいと思います。今回はこの宇宙戦艦、他不思議な未確認飛行物体をご紹介しました。ではまたです。ラピッ TV でした。